テレポ。それでは始めさせていただきます。ご存知のように松永拓也さん、フルネームで大丈夫です。あと隣がマナさんのお父様である、上原義信さん、でもフルネームで大丈夫です。あと向こうは東参加弁護士の上谷拓也、私が高橋正人です。よろしくお願いいたします。じゃあ最初はちょっと松永拓也さんの方からね、今日の裁判の感想をお話しいただきたいと思います。事故から、1年半経ちまして、ようやく第1回公判を迎えることができました。この1年半の間は、私たち遺族は、本当に苦しみと悲しみと向き合いながら生きてきたんですけれども、もちろん家族も含め周りの支援してくださる方々、多くの応援してくださる方々に支えられて、ここまで、なんとか、来ることができました。まず皆様に対して心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本日、初公判で初めて、間近で、加害者を見たわけなんですけれども、もともと長所とかを見る限り気にするだろうなということは予想はしていたんですけれども、改めて加害者の口からアクセルを踏み続けたという事実ではなく、あくまで車の不具合だという主張を罪状認否でしました。暴走を止められなかったことは申し訳ないと思うが、あくまで車の不具合だということを、言っていたので、最初に、こちらに対して、申し訳なかったという言葉を述べられてましたけれども、車の不具合を主張するのであれば、私は別に謝ってほしくはない。謝るならば、しっかりと、罪を認めて、もう判決が出た後に本当に申し訳ないのと思うのであれば、その時で私はいいと思っています。ただただ私は本当に予想していたこととはいえ残念でなりません。本当に妻と娘の命と向き合っているのか、私たち遺族の無念と心の底から向き合っているのか、それは加害者の心の中というのは私は読めませんけれども、今までの取材での答えている言動と、今日の、私があくまで私が受けた印象では、とても遺族と、あ、二人の命と遺族の無念と向き合っているとは私は思いませんでした。これから長い、どれぐらいかかるかは今わかりませんけれども、裁判が始まって、加害者は否認していますから、辛い思いもおそらくするでしょうけど、しっかりと私は加害者と司法とも向き合っていきたいと思っています。私は真実をしっかりと加害者の口から述べてもらって、それが遺族のこれからの生きていかねばならない遺族たちの心の回復にもつながると思いますし、真実が分かることによって、この先こういった事故が起こらないためにはどうすればいいんだろうという議論にもつながると思いますし、そしてこれだけ大きな大事故で軽い罪で終わっては私はいけないと思います。前例を作ってはいけないと思うので、しっかりと真実を追求して遺族としてできる限りのことはやっていきたいと今日は改めて思いました。私からは以上です。私は今日、昨日ですね、沖縄から来て報道で見てた飯塚を見て、
悔しくて悔しくてなりませんでした。本当にこういう人に私の大切な娘と大切な孫を奪われたんだと思うととても辛くて苦しくて、そういう思いでいっぱいでした。まあ私は専門家ではないんで、どういった形で裁判が進んでいくかよくわかりません。でも彼の上辺だけの誤り、それはあってはならないことだと思います。私たちがどんな思いで今生きて生活をしているのか、彼が反省しなければしないほど私たちと同じ苦しみを味わってほしい、そういう思いで今日もいっぱいでした。ですからこの裁判、私が今ここにいて生きていられるのも、たくさんの人たちの署名活動や全国からたくさんのお手紙をいただき、その一つ一つによって励まされ、今こうして東京の地に来て裁判を受けるこの気持ちっていうのが、まあ、強められているということです。本当でしたらもう静かにしてほしい、そういう気持ちも心の片隅にあります、ね、でも最後に離婚と約束した沖縄のでも楽しいよ、思い出すたびに悔しさだけが先に待っています。ですから本当に反省していただいて、罪を償っていただきたい、ただそれだけです。本当に私たち遺族一人一人の気持ちに向き合っていただいて生きていってもらいたいですね。以上です。あとじゃあこちらがちょっと一方的に話をしてから後で質問を聞きますので、では先ほどお配りしたものですね、これは何かといったらですね、まあ簡単に言うと被害者参加するのか家を持つのかという二者択一裁判長から迫られたということです。結論から言うと、つまりどういうことかというとですね、通常であればバーの中だけがまあ在邸ということで被害者参加することができるわけです。ただ今回は負傷者の方もおられてたくさんおられるものですから、バーの中だけじゃ入りきれないということで、この B の席ですね、傍聴席の一部をバーの中の扱いにしたんです。したがって、今回は A と B この両方が在邸扱い、つまり被害者参加しているという扱いになったわけです。で私たちはこの A と B のうち、A の方には上原さんと松永さんと私が入ったわけです。で B の方には上谷とか、あと松永さんのご両親、あとは真奈さんの弟さんとか入るはずだったんですね。で B に入った被害者参加人が家を持とうとしたらダメだと言われたんです。つまり B はこれは在邸扱いだから家を持ち込めない、家を持ち込みたければ被害者参加をしないで一般人として C の席に座る、被害者参加するんだったら B の席に座ってもいいけど家は持つな、つまり被害者参加して B の席に座って家を持たないか、一般人として C の席に座って家を持つか、どっちからか選べと、そう言われたんです。これに対して私たちは強く抗議しました、上申書で。しかし昨日却下されました。本来確かに家をですね、バーの中に持ち込めば被告人の目の前に家があるわけですから、まあいろいろと悪影響を与えるというのが今までの裁判実務です。もちろんこの悪影響を与えること自体は私は反対なんですけどね、悪影響を与えるわけないと思ったんですけど、
ただまあその点はさておくとして、バーの中に入っていれば国民の目の前にいるからある程度の影響を与える、だからダメだ、傍聴席なら良かったという理由だったんです。今回 B の席は確かに被害者参加は参加ですけども、バーの中じゃないわけですよ。全然被告人から家なんか見えるシチュエーションじゃないんですね。にもかかわらず形式的な理由で家の持ち込みを B のところでは禁止したわけです。非常にこれに対しては私たちは不満を持っています。ちょっとその点、私も最初に今高橋弁護士がおっしゃったことを聞いた裁判所側からそういうふうに言われたときに、私は法的な知識とかも何もないですから、まあ、そういうものなのかなっていうふうに受け入れるしかなかったんですけれども、しかし私たち親族と話し合ったときに、よくよく考えたら何でだろう、おかしいよねっていう話になって、まあそれでなんでだろうなって思いを持っていて、しかしやっぱり法律に関しては無知がゆえに、もしここで自分たちが声を上げたら、もしかしたら裁判が不利になってしまったりとかするんじゃないかっていう思いもあって悩みました。しかし自分がこういった時に声を上げないと、今後も不必要に、こういった思いをして苦しむ方が出てしまうのではないかと思って、先生たちと共に上申書を、提出しましたが、残念ながら認められませんでした。やはり私たち遺族としては被害者参加制度を使って裁判に参加するんだっていうことも大事なことですし、そしてもう一方で家を一緒に、家を持って亡くなった2人と共に裁判に参加したいんだっていう思いも、2つとも比べることができないぐらい、同じぐらい大事なことです。ですから本当にそのどちらかを選択しなければならないというのは本当に大変難しいものでした。今後も、今回はそういう形になったんですけども、今後も在定権を有したまま、傍聴席で家を持てるように、裁判所側に言い続けていきたいなというのは、思ってます。結局今日は結論をどうしたかというとですね、もうしょうがないですから、松永さんのお母さんだけ被害者参加をしないってことにして C 席に座ってもらいました。 C 席に座ってもらって家を持ってもらいました。この辺りにはいい、まあ、一応違う、それ B は在庭扱い、在庭扱い、ただ1ですか2ですか、それはちょっと正確じゃない、その中でお母さんは C 席の方に座ってもらって被害者参加をしないということにして家を持ってもらうことにしました。この問題を最初に言われたときに、まあ、私もすごく違和感があって、ちょっと松永さんとも相談したんですけども、最初やっぱり松永さんもこうもやもやっとしたものの、あんまりこうそういうこと言ってはいけないんじゃないかっていうか、あんまりこうなんていうんですかね、こう法律的にはちょっと技術的にややこしいところでもあるので、変だねと言いながらやっぱ黙っていたっていうのがあったんですよね。で、それにそういうことを言うと、この裁判が不利になるんじゃないかっていう、やっぱりすごく気にされるわけです。その遺族の心証が悪くなるというか、で私はやっぱりそういうふうに考えること自体がそれが本当に二次被害だと思うし、もう裁判所がそういうまあ、よくわからない解釈をして、その被害者参加をするのか、家を持つのを諦めるかっていう二者択一を迫るってことはあってはならないと思うので、で松永さんも、もうやっぱり自分が声を上げないと変わっていかないというところで今回その上申書を出すと決意されたわけですけども、まあ、ただでさえその1年半経って後半が始まるといういろんなプレッシャーとか緊張感がある中で、こういうことも声を上げていかなければいけないっていうのは被害者にさらに負担をかけることになると思いますので、これを機に裁判所もそういった考え方を改めていただきたいなと思います。
でそもそもそのバーの中に家を持ち込んではいけないっていう法律もないわけですよね。で被告人にその心理的プレッシャー与えるとか、まあ、そういうこと言いますけど、まあ、自分 の, その大事な人をこう亡くした張本人を目の前にするご遺族のプレッシャーと比べたらそんなに尊重すべきものなのかっていうのはそもそも思いますし、それがじゃあ傍聴席だったらプレッシャーを受ける人が変わらないのかって言ったら、プレッシャーを受ける人はどこであっても受けるでしょうし、もうちゃんとそういうこうなんていうのかな、まあ非常に細かい形式的な議論よりもちゃんと実質を見て、その被害者 の, 権利っていうかその心情もですね、まあ、せっかく犯罪被害者と基本法というのが定められて、そこにはちゃんと被害者のことをちゃんと尊厳を守らなければいけないということが書いてあるわけですから、それにのっとってきちんと判断していただきたいなと思います。で、まあ、被害参加弁護士として今後もこれ認められるまで毎回申し入れを続けていく予定です。当事者の NHK です。最初に私の方から2人に質問させていただきます。まあ、とにかく今回加害者初めてのことがお二人の方から話を聞いたんですけども、今回の初公判で無罪主張だと思っていて、その点について2人、まあ、それぞれどのように思っていますか。基本的に、まあ、権利として加害者が何を言うかというのは自由だと思うので、まあ、そういった主張をするということは、まあ、分かるんですけれども、ただやっぱり私は被害者参加制度を使ったことによって証拠を見ることができました。これまでもで、やっぱり私が見た限りではどう見たって見間違いとしかやっぱり私は思えない、うん、これは本当にもう正直なところで、うん、なので、まあ、こういった形で、まあ、無罪を主張する自分の過失ではないと、車の不具合だと言われるのはそれはやっぱりおかしいと思います。私は まあブログにも書いたんですけど、加害者の心は加害者が決めることで私にはコントロールできないですけど、ただ私たちのそういう言葉を聞いてどう思うかっていうのは絶対考えてほしいです。車のせいだ、自分の過失ではない、無罪だ、まあ、権利ではありますけど、考えしない本当に向き合ってほしいです、しっかりと。まあ、今後の裁判で、まあ、私も、まあ、しゃべる機会を与えて与えられますから、まあ、そういったことをしっかりと加害者本人に伝えたいと思ってます。まあ、どういった裁判にしたいかですよね。まあ、私は、まあ、先ほど申し上げたように、できることはもう全てやってやりきったっていうふうに裁判が終わったと言いたいので、2人のためにそして自分たちの今後生きていくためにできることは全てやりたい。どういった裁判になるかというのは、まあ、正直私もわからないですけど、うん、まあ、できることは全てやって、まあ、加害者はやっぱり私は愛する妻と娘を失ってますから、しっかりと罪を償う、執行猶予ではなく実刑で、本当に2人の命と私たちの無念と向き合う時間と場所を与えられるべきなんじゃないのかなと思います。はい、私も確かに報道で今回の配慮とか見て、
とても悔しかったんですけども、今日の裁判でやっぱり思った通り、ね、自分は悪くないんだと車のせいにしていたことがとても悔しかったんです。じゃああなたの息子や孫が同じようになったらどうなのって本当に問いかけたいぐらいの気持ちでいました。本当にこの人ごとのように話す彼の言葉一つ一つに悔しくて、言えることができたら語りかけようかなと思うぐらいの気持ちで今日の話を聞いていました。私の大切な娘、孫を奪ってなくて、そういう態度で見る彼を見ると、これからの裁判で私にできることを精一杯向き合っていきたいと思います。私に他にも娘たちがいて、今回もこの裁判に行きたかったんですけど、お産を控えてたり、ちっちゃい子供がいたりしてなかなかできません。お父さん頑張って行ってきてくれて、私は子供たちの気持ちも背負ってこの東京に来てきました。でも彼の言葉を聞いた、とてもがっかりしたのと、彼が本当に裁判を通して多くの方々にのに傷つけたことを本当に反省していただいて、最後の最後は本当に自分が全て悪かったと謝ってくれることを願ってますね。本当に言い尽くせないんですが、まあ憎しみがないってはちょっと嘘になるんですけども、彼が本当にそういうところで謝ってくれば、まあ人は全ての人が可愛くてじゃなくて、過ちを犯すのは重々承知です。私自身も立派な人間ではありません。でも人の命を奪っていながらこの態度はちょっと私は許せません。ですからこれから本当に裁判を通して、彼が本当に外に近づいていけるのか、変わっていけるのか、それを見届けたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは各社のある方お願いします。罪状認否を終えて自分の責任が通ったときに、秋山さんは大きく金を使えているようなんですが、どういった心境からだったんですか。うん、まあ、さっきも申し上げた通り、まあ、そう言うだろうなというのは予想はしてたので、まあ、認めないだろうなというのは予想はしてたんですけど、まあ、改めてちゃんとした声で聞くと、もう本当ただただ残念、まあ、今お父さんがおっしゃったように二人が亡くなって、多くの方が怪我をして、体も心も多くの方を傷つけている。親族だけじゃなくて、もっと幅を広く言えば、マナの友達とかリコのお友達だって親族だけじゃなくてですよ。でもちろん怪我された方々は精神的にも肉体的にも傷つけられている。本当にそういったことをしっかりと向き合っているのかなっていう、そういった意味で本当にただただ残念でしかない。それで私はまあため息というか、天を仰いだというか、そうか、やっぱりそうなんだな。まあ今お父さんがおっしゃったように裁判を通して私たちの姿と声を聞いて向き合ってほしいと、そう思いますね。
そうですね、物理的に、まあ、目と目が合うというのは向き合うということと、まあ、心的にも向き合ってほしいという、まあ、両方の意味なんですけども、まあ、なんていうんですかね、まあ、確かに、後半中は、まあ、ずっと締めがちだったので、まあ、1回だけ目が合ったんですけど、まあ、すぐ逸らされてしまったんですけど、まあ、そうですね、最初に謝罪をしたと思うんですけれども、被告がですね、加害者が謝罪をした時も私の目を別に見てるわけじゃなかったので、誰に向けて謝ってるのかな、そもそも謝られたくないんですけど、誰に向けて謝ってるのかなっていうのを正直思いました。やっぱりだから私は謝るのは裁判が終わってちゃんと刑が言い渡された後で、私はいいと思ってます。別に絶対目合わせてほしいとかそういうわけではないですけど、まあ、今日の、まあ、加害者 の、まあその雰囲気というか、まあ振る舞いで、まあ、やっぱりおそらく向き合ってないんだろうなっていうのは、まあ、あくまで印象ですけどね、私、まあ、そういうふうには感じますね。特に涙流されたと思うので、あの時上原さん含めて、やっぱり1年半無我夢中で、まあ、再発防止活動をしたりとか、いろんな自分で知識を得て心をコントロールしようと努力したりとか、まあ、必死でやってきて、まあ、もちろん精神的な波はずっとあったんですけど、やっぱりこう今日自分の調書を改めて、まあ、聞いて、その当時のことを思い出して、時系列、事故発生時の自分、警察から電話かかってきた時から二人の遺体と対面した時のこと、二人の遺体と手をつないで夜を過ごしたこと、まあ、そういった当時のことをやっぱり私はこの目で見てるから、また思い出してしまって、ちょっと涙が止まらなくなってしまって、まあ、コントロールしようとしてたんですけど、ちょっと我慢できなかった。それ読み上げていただく中で相馬灯のように真似がちっちゃい時から一緒に遊んだ記憶とか、自分の成長とともに一緒に歩んだ日々が出て、苦しくなって涙が自然と出ました。またリコちゃんと特に5月に帰ってくる予定でテレビ電話でジージかき氷が食べたいと、彼女にとっては初めてのかき氷、マナは子供のことを考えて添加物が入ってるやつは言えないんで、じゃあイチゴを潰してイチゴをかけて、彼女のあの輝いた笑顔をまたこの脳裏にジジ海にも連れてってね、一緒に遊んでね、帰ってくるたんびにリコと公園に行ったり海に、その楽しかったことが思い出されて涙になったと思います。これまで報道とかで、飯塚被告の様子を見られたと思います。
に対面されたと思うんですが、それぞれ徳永さんとお母さんに、その時に、まあ、未来の感情といいますか、どうお聞かせいただけたんですか。まあ正直なことを言えば、まあ、最初に加害者が法廷に入ってきた時は、あの、この人に、妻と娘の、この人に妻と娘の命は、まあ、奪われてしまったんだなっていうのは、やっぱりまあ正直な感想で、うん、まあ、なんていうんですかね。いろんな感情がやっぱり入り乱れて、虚しさというもそうだし、悲しさというのはやっぱり、まあ、怒りももちろんありますし、まあ、そういういろんな感情が入り乱れたんですけど、まあ、ただなるべく冷静でいようというふうには心がけては、自分なりにですけど心がけてはいました。私はあの、まあ、報道でね、沖縄にいるもんですから、まあ、余計こういろんな情報が入ってくるわけで、報道であとは、まあ、いろんな話が出てくるんですけども、彼が報道であの見た態度はとても人間とは思えない、一言のように話されて、年寄りでももっと安全に乗れる車をみたいな話を平気でされてた、その見た時に本当に苦しかったですね。本当に近くにいたらぶん殴ってやろうとやりたいぐらいの思いでした。まあ実際に法廷で見た飯塚はどこも変わらず全く同じ、こういうやっぱり人なんだな、人間の心を持っている人なのかなと思えるような態度でいましたので、とても残念ではたまりませんでした。北野と申します。あの2人に伺いたいんですけれども、あの今日法廷での、 あの被告はあの、まあ、車椅子であの杖を持ってという状態だったと思うんですが、まあ、事故で怪我を負っているので事故時と今とでは足の状態も違うのかなとは思うんですけれども、松永さんもあの再発防止の活動もされている中でですね、姿では1年半前は運転していたという状況を想起されたと思うんですが、その、 あの姿に関してお二人の印象を、おっしゃるように、あのその当時があそこまで足が悪かったかっていうのは私は分からないんですけれども、知らないので、まあ、もしあれぐらいの本当に悪い状態、まあ、悪化してるのは知ってるんですけど、まあ、事故と直後の杖をつくぐらいで運転してるっていうのが、まあ、してたとしたら、やっぱもうこれは都内に住んでてこの状態で運転したっていうのは、私は本音を言えば、正直言えばなんで運転したのかなっていうのもすべきだったのかなっていうのを思います、はい。まあ、地方と東京は分けて考えるべきだというのはいつも思ってるんですけれども、この高齢ドライバー問題に関しては、彼に関しては加害者に関しては少なくともあの橋の状態と都内 の、 あの便利なところで、あの住んで、あ、ごめんなさい、便利なところに住んでるっていうので、私は本当に運転すべきだったのかなっていうのは正直思ってます、はい。今ね、あの例えば言われたように、彼が事故前はどんな状態だったかは分かりません。ただ足が悪かったという情報を聞いてますので、だからそういう足が悪い人がなぜ運転ができるんだろうと、免許更新は何のためにあるんだろうと、その更新にね、身体検査、あとは目の検査もね、私も免許切り替えって分かりますけども、やりますけども、本当にそういう検査をもう少しある一定の年齢が来ると、ちゃんとしっかりやってほしいと。私ももう63になりましたけども、やっぱり若い時と違って、あのとっさの操作は少しやっぱり落ちてきてるなって今、実感します。まあ、事故後はなかなか車も持ちたくなくて、まあ、買い物に行ったりするぐらいはやります。ただ東京と違って
まあ、沖縄県に限らないんでしょうけども、地方では80歳になっても90歳になっても乗る方がいらっしゃいます。それを全部取り上げるということはできないと思います。生活があるし、そういう中でもうちょっとこの目が衰えた人とか、あるいはね、病気がちな人たちが、あるいは足が悪い 人たちがこの本当に車の運転をしていいのかどうかってことですよね。ですからそういうことを少しもうちょっと社会が考えていただけたらな。もちろん車を取り上げられたらまたその足も必要でしょうけどね。そういうところから少しずつ少しずつ変わっていく、あの世の中になってくれれば、私みたいにこの辛い思いしている人たちもたくさんいるわけですから、全国にはですね、そういうことをとても思うようになりました。やっぱりあのこの裁判においてやっぱりこの裁判においてこの裁判は私はただその裁判で終わらせたくなくて、やっぱり社会に対して一石を投じるような裁判になってほしい。もちろんこれ大事なところなんですけれども、高齢者が全部運転するべきでないと私はそういう意見ではないです。あの地方では今お父さんがおっしゃられたように車がなくては生きていけないという地域ももちろんあります。それはそれで国がもっと取り組んでほしいとやっぱり私は思いますし、あのやっぱり免許制度というのは、免許ですからね、適性がある人に与えられるのが免許で、やっぱり、そこもこう改善していかなくてはいけないし、でしたらじゃあそれが、運転ができなくなってしまった人をどうやってフォローするかで、地方の足の問題はどうするのかっていうのを、国も取り組んでいきたい、いってほしいですし、まあ、例えば技術とかだったらメーカーもやっぱり共に取り組んでいってほしいし、やっぱり外に出れば車ってたくさん走ってるじゃないですか。だから国民全員が私は交通っていうのは当事者だと思ってます。なのでそういった国民全体で、官民全部含めて、より良い交通社会にしていくっていう意識で、やっていくべきだと思いますし、そういったことを、問いかける裁判にもなってほしいと私は思ってます。はい。お母さんは参加できなかったわけだから6人になりますね。あ、ただ6人だけども2人来てない。2人来てません。だからいらっしゃったのは4人、法廷に入ったのがお父さんと松永さんで、傍聴席での参加が松永さんのお父さんと真菜さんの弟で、今日あの来ていないんだけれども参加人の地位があるのは、松永真菜さんのお姉さんお二人です。これは、2018年の12月25日に私の父の誕生日で、家族写真って撮ったことないねっていう話になって、せっかくだから家族写真撮りに行こうって、私の両親とマナとリコで、撮りに行った。まあ、この時はね、まさか遺影になるなんて、思ってなかったんですけど、まあ、事故の後急遽遺影を選ばなければならないってなった時に、
まあ、せっかくだから晴れ着を、まあ、綺麗な格好をしてる二人にしてあげようということでこの写真を選んで、まあやっぱりさっきも言ったように遺族にとっては家というのは、私は亡くなった二人の代わりにお父さんと私で出るわけじゃないですか。声は二人の代わりに私たちが出す。だからせめて姿は、見えない姿はこの家で連れてきてあげたいっていう思いでしたから、まあ、家を持ってこようと、はい、いう形ですね、はい。私も、まあ、今日も有給休暇を使って被害者参加してますし、やっぱり多くのご遺族の方が、まあ、被害者参加制度を用いるにあたって、会社を休まなければいけない。有給休暇はやはり有限なものですから。で、私ももう残り有給休暇が少なくなってきてます。とはいえ別に私の会社を責めてるわけではなくて、それはもう会社のルールに沿ってやるしかない、人事部は。だからそういう責めてるわけではなくて、今、裁判員裁判制度運用されていると思いますけれども、こちらは、裁判員に選ばれた場合は、特別休暇が認められます。有給休暇ではなく特別休暇は認められます。しかし、今被害者参加制度を使いたいという被害者には あ、そうですね、はい、そういった、はい、あ、そうですね、ちょっと見せて、はい、まあ、こういう厚生労働省からこういったパンフレットが配られてて、まあ、通達というか、まあ、お願いですみたいな感じでホームページに私も見たんですけれども、そうですね、はいはい、あ、こっちか、はい、犯罪被害者のための被害回復のための休暇制度ですね、日常を取り戻すために犯罪被害者、などに必要な時間を、上げてくださいという、まあ、お願いなんですけれども、ただこれが裁判員裁判と違って、まあ、なんですか、特別休暇がやはり現状、まあ、推奨はしてるけどほとんどの企業がおそらく採用されてない現状です。なので、まあ、裁判員裁判も、まあ、国に選ばれて、まあ、まあ、言い方は悪いかもしれないですけど、好きで進んでやってるものではないと思うんですね。犯罪被害者だって好きで被害者になったわけでも好きで遺族になったわけでもない。そしたらやはり私は厚生労働省、まあ、おそらく法務省も絡むのかなと思うんですけれども、まあまあ、連携して、この被害者そして遺族に対しての休暇っていうのはもう少し検討されてもいいのではないかなと、私は思います。やはり私も最初1ヶ月間さまざまな制度を使って、会社の制度ですね、会社の中 の休暇制度を使ってなんとかやりくりして1ヶ月間は仕事行けなかったので休まさせていただいたんですけれども、全員が全員1ヶ月休めるかって言ったら休んでしまうと会社員はやっぱりなんていうんですかね、まあ、やっぱりどんどん苦しくなっていく。でも会社生きていかなければいけない、生きていくためにはお金は必要ですから仕事はしなければいけない。やっぱりもう少しその休暇制度っていうのは厚生労働省と、まあ、法務省も連携して考えていってほしいなと思ってます。私もいいですか。はい、どうぞ。私も今の件に関しては確かに今の世の中はどうなるかよくわからないんだけど、
被害者はね、軽んじて加害者を守るような、なんかそういう形にしか私には見えなくて、実際に私自身も車の仕事をしてて、まあ62定年になったんですけども、まあ、会社的にはまだいてくれて65までの期間でやる予定だったんですが、こういう事故になっちゃって、私仕事柄ちょっともうどうしてもその部署でも仕事できないし、ちょっと部署を少し移動してもらって、それでもやっぱりこうもうどうしても仕事が続けられなくて退職したんですね。でそういう方っていうのは、まあ、若い方に限らずいらっしゃると思うんですよ。苦しみで仕事なんか とてもじゃないけどやってられない、眠ることもできない、ある人はある中になるかもしれない。私も酒は飲まなかったんですが、毎晩少し酒を飲まないと未だに眠れません。だからそういう苦しい人たち、苦しんでる人たちにもっともっと何か支援みたいなことが できたらいいなと思うんですよね。実際に私も給料も一銭も入ってきませんので、貯金を切り崩し、この間63歳になったんで年金の手続きもしました。やっぱそういう、ね、人たちも多くいらっしゃると思うんですよね。だから被害者のそういうところ、まあ、会社勤めでしたら確かに有給とかそういうのもあるでしょう。ただ大企業なのか小さい会社なのかによってもこの扱いは全然違います。それでそういう人たちを支援することができたら本当にいいと思いますよね。だから苦しみがたくさんありながら、なおかつその違うところで苦しむとか、そういうことがたくさんあってですね、本当に今の法律でいいんだろうかと思うところが多々あります。ただこれは私も専門でもないし、詳しいこともよく分かりませんから、それに従って歩んでいくことしかできないんですけども、そういう今言った私が被害者の、ね、方々も退職されて金額も入ってこない、じゃあ生活をどうするのと言ったって、もう積み立てを切り崩して生活することしかできませんので、そういう苦しみ、他にそういう苦しみもあるんだよってことも、ね、もっと知ってほしいなと思います。在邸扱いだから、そういうことです。先ほど、被告の方に、まあ、ツイッター大変みたいなことがあったと思うんですけど、そういうふうに述べたわけじゃない、一般的にはそういうふうに言われてるというだけのことです。助手に対しては、まあ、そういうことです。検察官として言われただけですから、我々は裁判所に直接助手に取材しましたけどね。あれは校内に家を持ち込んでいけないってことですね。まあ、そこもなんか特許地帯だけですよね。